ガシャ当たりはスイートスポットの位置間隔がずれてるだけ。重さで確認。トンカチラケット。瞬時に当たります。詳しくは概要欄で。はい、エテレねしラカです。今日はですね、あのー、えっ、ー、と、コーチがね、なんかあんまりこうアドバイスくれないというふうなね、 えー、教えてくれないという、あの、方がね、結構うちにもこう問い合わせあって、で、まあ、いろんな YouTube 見るとね、あの、気づくまで待つんだとか、まあ、いろいろこう言ってる方もいらっしゃるということで、やっぱりこれ、ま、あの、以前にも何回か、あのお、お話って答えも出したつもりなんだけど、やっぱりまだこうね、やっぱり釈然としない方が多いみたいなので、えっ、ー、と、ちょっと、あの、その一例をね、こう出していきたいなとこう思うんです。今日はね、動画も含めてね。あの、後半、ちょっと教えなきゃいけない場合とかいうのもあるので、 それも動画ちえっと,出します、ねえー、とあのー、まあ私の場合ですけど明らかにこの自分の感性を持っててなんかあんまり教えるとまずいなっていう子いるんですよ。なんかねこう自分のそのなんかこうゲームがこの自分のオリジナリティで感覚を持ってでなんかこう、あのーまあ、まあ天才的とはちょっとおかしいけど、あのー、いいテニスをするんですよ。 で、ああいう子って、あの、例えば、あの、一部、こう、フォームがおかしいなとか、ちょっとやばいなっていうようなとこがあったとしても、あの、よっぽどじゃないと私言わないです。ね。あの、その子が、えどういうふうに気がついて、で、あの気がついてほしいことはヒントとして与えて、でこう、気がつくとか、そういうのをね、あの、結構、えー、っと、我慢強く待たなきゃいけない場合もあったりとかするんですよ。 おそらく教えないああ、あの、あんまり教えてくれないとこっていうのは、かなりベテランの人で、そういう手法を使う方なのか、<laughs> 全く分かってないかの、どっちかだと思うんですよ。なので、皆さんのコーチどうですかあの、自分で気づけっていう人は、かなりベテランで力量があるんであれば、き,きっちりしたその方針というか、直したいとか、持っていきたい部分を持ってて、うまく気づくように持ってる方だと思うんですよ。 か、全くそのベテランの真似だけしてるね、もう完璧に放置してる人かのどっちかですね。そこをちょっと一回見抜いてみてくださいですね。で、あのー、ま、あこの天才派だっておかしいけど、何も言わない子は、 何も言わないまま、いかにどう導くか。その代わりね、私保護者には必ず言うんですよね。あの、私は、こことこことここを改善して、こういった方がいいと思う。ね。ただし、それは本人には言わない。こういう感じなんですね。なので、えっ、ー、と、ある程度指導方針っていうのがあったとしても、あの、コーチと保護者の裏話ということで置いといて、いかにそれを、あの、そういう方向に持っていくのか。で、持っていくことが正しいとも限らないんですよ。 その子の感性がなんかこう化ける場合もあるから。だからその辺はプラスマイナス見ながらこう持っていったりするのね。で、えっ、ー、と、天才肌の子でもね、ちょっと用心してほしいのは、えー、あの、よくね、例えばこの子はちょっとあの、あまり教えるタイプじゃないよっていう子で、ちょっと気をつけなきゃいけない子は小柄な子。で、ひり、ちょっとやや非力で小柄な子っていうのはすごい欠点を持ってるの、ね、やっぱり、 あのストロークにしても、例えば手の短い子と手の長い子が振ったらね、やっぱり遠心力からこの先の方の棒の潰すスピードって全然違うわけですよ、極端には。もうスペック、まあ、一例言いましたけどね、いっぱい,い,っぱいありますよ、ほか。あのもうスペックが違うんですよ。だから、そのまま好き放題させてると絶対まずいの。ももうどうど考えても あの、成長の早い子っていうか、でかい子にはそのうち負けちゃうから。で、その時にやっぱり何かを持たしておかなきゃいけないのね。で、それを、なんて言うんだろう。お前これをやっとかなきゃダメだろみたいな感じでゴリ押しするとまずいのね。だから、あの、本人に、ま、気づくようにどういうふうに持っていくか。で、えー、あの、バージョンアップのための布石の練習をいかにね、えっ、ー、と、こう、積んでおくか。ね。 えー、まあ、本人に伝えずっておかしいけど。えー、そういうふうなことがね、こう大事かなと思うんですよ。それとは全く逆ね、もう教えなきゃいけない子ね。で、はるかに私思うんだけど、7割以上教えなきゃいけないんじゃないかなと思うのね。で、自分の気づくのを待つって言って、あの、よく言うけど、気づくのをね、何年も待ってる子いるんで。それはやっぱ教えてあげなきゃダメでしょ。だから、もう人によっては、もう1から10まで教えてあげなきゃいけない子もいるんですよ。ね。 あのそういう場合はもっとこうだよああだよこうだよって言ってこう教えていかなきゃダメだしあのもう気づくの待ってちゃダメだと思うねそこの,あの線引きが大,大事で皆さんのまた自分はどっちの方そこちょっと考えてもらった方がいい,い,いかもね。であのなんてんうんだろうそのさっきまた話戻るけどこう天才肌の子にねあの教える時にもうなんか。 あれこれ細かく動作のその理論、理論的には正しいけど、それをどん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 押し付けていっちゃダメなのね。もう幅がどんどん広がっていかなくなって、で、あの指導者でも私嫌なのね、こうすごい細かく言うんだけど、あの、もう細かい、もう本当腕の動作から何かはね、もうその本人からすれば、あの、 なんの思ってる基本っていろいろあるんですね。手の動きの基本はこれだと。足の動きの基本はこれだと。腰の動かし方の基本はこれだとかね。なんかいろいろ調べて。うんうなんか基本だらけになってる人がいて、それ全部押し付けていくのね。で、そういう人がだったらなんて言うかっていうと、なんで言うこと聞かないんだとかね。だから言うこと聞かないから勝てないんだみたいなことを言うのね。あの、テニスではね、あの、前、まあ、たら、テニスみたいなオープンスキルの、えっ、ー、と、 スポーツにはあんまり当てはまんないですよね。特に天才派での子ね。あの、例えばね、例えば、私よく野球わかんないけど、野茂投手っていたでしょで、野茂投手のトルネードっていうのはいいか悪いかちょっと私よくわかんないんだけど、おそらくね、その、テニスのど、テニスは野球の動作がかかってるかれちょっとおかしいんだと思うのよ、やっぱりね。でだからといってそれを直すだけダメなんだって持っていくのか、 で,でも、あの、なんていうのかな、あの、戦績は出てるんだから、その人の感性として、そこの部分は、例えば技術的に言いたいことがあっても、そこは一歩、あの、指導者が引いてみるのか、どっちかだと思うのね。で、あの、テニスの技術っていうのは、あの、すべて覚えるのに300年かかると言われるわけ。ということは、何かは覚えれないのよね。というか、何か一つ、あのまあ、一つ二つときっちりできたものがあって、あとはもう、どうでもいいわけじゃないけど、無理な場合が多いのよ。 ね、でそれをなんていうのかなあの指導者は人によるんだけどねもう全部完璧に直そうとしちゃうのねこう,なんかこうねであのそうなっちゃうとどうなるかっていうと大体いいそういうねあの指導する人のとこの、えー、と選手ってみんな同じフォームなんだよ大体いいいい似てるのねまあ似てる傾向ありますよ例えばあそこをよく打つなとかあそこをよく絞るなあの粘るなとかってそれはあるかもな戦術上の方よりは特徴はあるかも分かんないけど。 でも、なんていうのかな、この、どういうんだろう。いくら動きが正しくても、一度動作が正しくても、それをこれが正しいんだ、あれが正しいんだって、こう押し付けていくっていうのはどうなんだろう。だ正しいと、それは正しい。で、明らかにおかしいなと思っても、ちょっと待てよってね。で、その子の,のゲーム全体のこと、発想、感性とかを見て、で、私は決定を下す方なので。 あの、いきなりね、なんかこう、いじるっていうことってないんですよ。だから、テネシコ、あの、白川さんってあんまりフォームいじんないよね、とかって言われるんだけど。あの、いじんないんじゃなくて、様子をすごく見て、で、本人の感性から何かが分かった時に、なんかこう、手を入れていくっていうことをする、したいとかしたりするのね。でも、やっぱりこう、1から10まで教えてあげなきゃいけない子もいるから、そこはもう、なんて言うんだろう。あの、それを見て、 あの教えて言ってあげなきゃいっ、ね、でもう一つ何て言うんだろうこんな、えーとえー、保護者からのね話もありましたうちの子はいっぱい教えてあげなきゃいけないと思うとであのライバルは教えなくてもできる天才肌だと、ね、その天才肌の子がいろいろ自分で学び出したらもうどんどん勝てないじゃないかと、えー、いうふうなことを、えー、あの言われたことありますが実はあんま、ね、関係ないんですよ。 あの、教えてあげなきゃいけない子は、あの、結構、あの、手間かかるけど、最終的なスペックは、あの、なんていうのかな、あの、天才派だとそう差がない場合があったりとかしたりするのね。 あのー、なので、えー、で、じゃあ、じゃ天才肌の子にはある程度、なんて言うんだろう、こう、いろんなことの、あの、感性的なことを教えていけばどうかっていうと、逆にマイナスになる、なる場合もあるし、で、感性で言ってる分、失敗も結構あったりとかするのね。 なので、あの、P ンでやるような子は、その、どういうところで失敗するのかなっていうことを先に見越してなんか手を打っていかなきゃいけないっていう、逆に手間がかかる部分があるから、両方とも手間のかかる部分は同じなのね。だからそんな感じで考えてもらったらいいから、決して手間のかかる、いちいち教えられない子が、えっ、ー、と、盆栽かって言ったら、そういうわけでもな,なかったりするのね。あのー、なので、そこはもう心配しなくていいと思う。 で、それと最近ね、あの、なんて言うってあの、最近のテニスが、さらにバージョンアップしてきました。これはもう何かって言うと、スマホね。えっ、ー、と、各人が、あの、なんて言うんだろう、えっ、ー、と、スロー、あの、スローで、スロー撮影できる、えー、動画をポケット、カメラをポケットの中に入れることができたと。こういうことですね。で今まで見えなかったことがね、見えてきたんですよね。ちょっとね、あの、ちょ、いや、あの、次出す動画を見てみてください。 ええと、これね、あの動画これ見てほしいんですけど、あのー、私もね、全然わかんなかったんですよ、これ昔ね。あの、最近のスマホとかこういうテクノロジーが、あの、あの出てきて初めて気がついたんだけど、これパワーポジションできてないでしょ。 で、パワーポジションというと、このちょっと見てほしいんですけど、こんな感じのね、図鑑に出るようなパワーポジションをイメージしてるけど、そ,そうじゃなくて、その、その、その場その場に応じた適切なパワーポジションがあるのね。まあ、スポーツに応じても、例えば相撲のパワーポジションとね、野球のパワーポジションと違うじゃないやっぱり、その競技、その状況に合ったえ、最も力の発揮しやすい姿勢っていうのがパワーポジションだから、え常にあの、図鑑に出てくるようなあのパワーポジションをしようっていう意味じゃないんだけど、 明らかにこれの動画で分かったんで骨盤がね、着実に後傾してるんですね。で骨盤が後傾すると背中が丸まりやすいってこういうのがあるんですよ。まあこれはあくまでもこう。 一例でね、こんなんがね、スローとかいろんなとこって言うと、サーブから何から、ストロークからも何から、ステップワークかいっぱいね、え、ちょっとおかしいぞ、おかしいぞっていうのがいっぱい見えてきたんですよ。これね、肉眼では見えなかったんで、以前にもちょっと出したんだけど、サーブでね、なんかラケットの先に当たったとこにいたんだけど、あれ、わかんなかったんだよ。動画見て初めて気がついたもん、ね。だから自分で気がつくっていうのはね、やっぱりね、今後は限界があるなっていうのを思ったのね。 なので、こういうふうなテクノロジーを生かさきゃいけないものは徹底的に分析して、えっ、ー、と、伝えていかなきゃいけない。だって、あの、いあの、例えば骨盤の分に関しても、これどう考えてもダッシュできないからね。こういう、こんな骨盤の状態だったら。だらそこはやっぱり気がつくの待つって無理だと思うね。こっちが教えて指摘していかないと。で、あの、最近うち土日に練習会とかみんな来てるけど、そんな子いっぱいいるのよ。 なので、その、そこを人と知ってほしいから保護者にも一緒に入って撮影してもらうんだけど、あの、で、そのすぐ、あの、自分の動きさどう変わったかを見ながらやってもらうのね。で教える必要がないっていうか、これこそ気がつくだと思うのね。で、教えながら気がつくね。 なので、ま,あのまあ、あのまた次回にそのあの自分の体の使い方とかそういう風な部分とか機能のかに関して、テニス使う機能に関してまた次出すと思うので見てほしいんですけど、まず自分の体がどのような使い方としてなってるのかっていうことを知らないと、おそらくいい技術っていうのも教えられないんだろうな。たぶん今動画で出てる子に、今この子かなりあの改善できたんだけど、 ええと、この状態でね、左右振り回ししたらどうなるかわかりますもう。<laughs> 絶対早くならないの、ならないのわかるじゃない。それで振り回しを続けられたら絶対無理なのよね。だからこういうところはやっぱり気がついて教えていかなきゃいけない。これ天才肌もやっぱり普通の、あの、盆栽とおかしいけど、そういうこともかともないと思うのねあの、どジ人生で前はこういうのをやってるのと、あと、昨日チェックっていうのをね、昨日、 それも説明しながらやってます、ね。体のこの部分がこうなった場合はこうなるんだよ。体がこうなったらこうなるんだよって。じゃあそれ言っちゃう説明、あの、撮影して、実際スローで見て、その0個も何秒でどうなってるか一回見てみようねっていうのをやってるので、毎週やってます。あの、まあ、ご興味の方一回下で見てもらったらいいと思うんだけど。やっぱりテクノロジーをね、活かさないとね、もう肉眼では捉えきれないことがいっぱい出てきたので、 やっぱりある程度、こう、教えていかなきゃいけないかな。で、おそらく今までの時代はもう変わったから、今までの、もう、あの、自分で考えろ、気がつけっていうのは、おそらくだんだん、あの、プレースメントとか、げ、あの、戦術面ではそうかもわかんないけど、体の使い方、身のこの価値に関しては、おそらく、あの、気がつかない。だから、えっと、教えていかなきゃいけないっていうか、気がつかせなきゃいけない。それは何で気がつかさ、きなきゃいけないかっていうと。 視覚からなんですね。で、視覚から自分のものを見て、で、どう変化したかって視覚からですね。教える必要ない。もう見せるだけでわかるんですね。そこで、まい、あ、たら気がつかせながら教えるというのが今後できていくので、これが非常に重要な。 ことになってくるんじゃないかなと。で、一歩、いの、が遅い人っていうのは多分骨格的なレベルで何か問題があると思います。まあ、判断なのか何のかいろんなわかりません。これもまた、えー、後日、えー、この動画の中で技術編としてやっていきたいと思いますのでね。また概要欄とか、そのを見ておいてください。で、土日にね、えー、縦のフットワークとあの横のフットワークの違いもやってます。で、縦のフットワークの、えー、と、反論者も非常に多いんですけどね。えー、と、また、あの、その理由も、伝えていきたいと思いますが、 結構、えー、各地の,あの上位の子がいっぱいこう集まってきているので、ぜひとも興味のある方は、ええー、えー、っと、来ていただければと思います。えー、豊田さん、頑張ってください。